大分県草町には、ジオンの滝がある。ここはジオンの聖地らしい。まるでジオンの精神が形となった立ち入り禁止の前に、ジオン要素を発見した。ジオン水泳部のボック、それとグフがいる。これは完全に狙ってるだろう。ジークジオン記念、ザビがいた。ここはジオンの聖地です。戦は、カズだよア貴、キ、ドゼルもいたよ。 赤鼻と赤イもいた。いい感じに潜伏している。っていうか、おっさんばかりだな。ジオンの女性がいてもいいんじゃないかな。そうしたら、ガンオタがたくさん来ると思う。個人的感想だが、一年戦争の時代じゃなくなるけど、プルツーがいたら、めっちゃ人が来ると思う。もしやき様、ジオンのスパイではなかろうな。道の駅ジオンの滝の休憩所には、滝とコラボしたガンプラも展示されています。 興味のある方は寄ってみてください。ジオンの聖地は、大分県民でも知らない人が多く、認知されていないのが現状です。もっと人気スポットになってほしいと思う。公式と協力しているのか不明だが、公式から支援を得られれば人気になるんじゃないかな。クスの隣は、日田市で、進撃の巨人の作者、伊佐山先生の故郷なので、ミュージアムがあります。いつの間にか、新ミュージアムができていた、日田市には、 リヴァイ兵長の像などがあるので、興味のある方は寄ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ヘバナー。